癒しの魚。よく釣れて、どこにでもいる。死んだった。ああ、ごめんごめん。魚に謝るおっさん。標準名、カサゴ。ガシラ。エミちゃんもらったガシラ。煮付けも唐揚げも最高。大きいサイズは貴重。魚屋さんで買ったら高いんです。閉めます。ごめんね。ヘラブタを切ります。集合。血抜きをします。大切な作業になります。ふりふり、ふりふり。完了。鱗を取ります。最後は包丁で丁寧に。ヘラを取って、腹を裂いて。内臓脂肪あるわ。これはうまいやつやん。これはニガダマ。潰さないでね。これは白子。ボスだったわ。これは肝。浮き袋。きれいに洗ってね。赤いのを取る感じ。水気を取って、クッキングペーパーでくるんで、熟成します。胃袋も美味しいんだ。熟成中、3日間熟成完了。いい感じ。こっちはどうかな？完璧。じゃあ3枚におろそう。小手場でやります。力入れないように。うまくやってよ。腹側からも。きれい。姿作りにします。こんな感じかな。腹骨を描いて。中骨を抜く。ほら、こんな感じ。丁寧にね。手間だけどね。G. 酒井さんの包丁。ガットーキラリン。皮を引く。これが結構楽しい。G. 酒井さんの包丁よく切れる。気まぐれクックの金子さん。宣伝しましたよ。何にも要求してないけど。薄めに切ります。今、骨があったかも。こちらは皮目炙ります。ファイヤー。ちょっと弱くない。もっと薄く切らないと。ああ。皮目は硬いから。カサゴの姿作り。綺麗にできたね。いただきます。まずは普通のから。カサゴは10月から6月が一番美味しいんです。焼き霜作りも。わさびちょんちょん。最高やん。あらは味噌汁にします。ワイルドだろ。パラパラ。完成。阪神頑張れ。来年は優勝だ。知らんけど。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。